バンチェンにおける戦死時代の農耕文化。バンチェンは比較的早期に農耕文化を持ち、東南アジアの農耕文明発祥の地として位置づけられています。青銅器や様々な装飾品の使用などがうかがわれ、製陶技術も発達していたことから、これまでの移民型から永住の地を得ることで人口が増加し、 当時の生活様式に様々な変化をもたらしました。農耕作業が本格化し、継続的な稲作が行われていくことで、米は重要な作物となり、集落は一気に発展を遂げていったことは、鉄器や製銅器の生産技術の発展からも見て取ることができます。また、多くのバラバラに分解された野生動物のそれとは違った、 小さめの動物の骨骨が見つかっていることから牛水牛ニワトリなどを食用とするために牧畜が行われていたことが分かります。